埼玉ってどこなのかな。あ、宮城から見ていますって。いのちさんありがとう。すごい、宮城って言ったら宮城県か。東北わかるよ、東北。うん、すごいね。ね、ケンジさんね、大塚ケンジさん、あの音楽やってるんだよね。そうだよね、わかるよわかるよ。ジャズバー好きなの？遠足んラジオをする。うん、遠足んラジオをするの、今日はゲストだ。ゲストに来てくれた。マイクもうちょっと近づいて。あ、もう始まってる。もうそろそろか。シーサーさん、えつきちゃん今日はゲストですかって。そうだよ、ありがとう。シーサーさん、シーサーさんはマーニンレランラジオぶりだね、ツイキャスでは。遠足くんラジオする。FM 小座をお聞きの皆様こんばんは。時刻は夕方の5時を回りました。この時間は FM 小座スタッフの塩素がお送りいたします。塩素くんラジオするをお楽しみくださいませ。この番組は生き物のお話をしていく1時間番組となっております。毎週生き物に関するニュースや生態、その他音楽などを取り上げて、リスナーの皆様に少しでも生き物に関して興味を持っていただければいいという趣旨のもと放送させていただいております。本日も1時間どうぞよろしくお願いいたします。本日は、1ヶ月ぶりのゲストさんになります。1ヶ月前にも来てくださったゲストさんと一緒に番組を進めていきたいと思います。それではここでゲストさんの自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは&こんばんは。ジャズを中心に、歌わせていただいております、いつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いつきさんは先月にも来ていただいて、うん、その時は大抵笑って終わった感じだと思うんですけどあの時面白かった本日はいつきさんと2人で、進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。パチ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 。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお寄せくださいませ。またツイキャスユーストリームでネットの配信も行っております。どちらも FM 小座のホームページからご覧いただくことができ、またツイキャスのサイトユーストリームのサイトで直接見ることもできますので、興味がありましたらそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ということでオープニングトークはこれぐらいなんですけど、はい、今回いつきさんはまあ生き物の話とは違うんですけど告知も兼ねて、そうなんですよ、いらっしゃるということで。そうなんですよ。今のうちにちょっと一回やっときましょうか。はい、じゃあの告知の方させていただきます。12月1日金曜日、ソウルジャンクションということでファーストライブアットオトラクで、チケットが1500円、当日1800円で、場所がミュージックタウン音市場駐車場前にあります、沖縄市の小座劇場オトラク、
にて、あの私がライブすることになったんですよ。はい。でそれでこのライブがですね、このメンバーの方がこの新しいこのグループを結成しまして、でこのグループが、総勢11名ってはあのフライヤーに書かれてるんですけれども、多分もっと増えるか増えてるかもしれない。うん、増えてるね。多分13人か14名になるはず。でそれで、この本土の方からこのすごいんだよ演奏さんすごいんだよ。で本土の方から、T スクエア、上田正樹さん、久保田俊信さん、クレバさん、ゴスペラーズさん、さくらさん、サンプラザ中野くんですとか、谷村新司さんとか、マリンとかで、ボブ・ジェームス、ネイザン・イーストさんで、ジェームス・ギャトソンさんとかの奏者をしております。ギタリストの方にが来るんですよ、この沖縄に、この沖縄市にで来て、でこのギタリストの方が西山ハンク文雄さんという方になります。でそして、ゲストベースに山内隆さんで、ゲストキーボードにメイミーさんという方 でまた海外でも活躍しております有名な、奏者の方になります。でボーカルが、だいたい5名ぐらいいる、うん、でそんな感じであのグループで、この指導始まりましたっていう感じ でなるので、もしよろしければ皆さんお時間がある方、ぜひ来ていた足を運んでいただきたいと思っております。でご連絡先がですね、もう直接私のフェイスブックとかにそのままメッセンジャー入れてくれたら、ダイレクトメッセージでそのまま私 OK いたしますので、で当時取り置き前売りで取り置きしておきますので、で FM 小座に取りに来る必要はございませんそんな感じになっております。よろしいです。はい、はい。まあ、こんな感じで番組の最後にももう一度告知の方をしていただきたいと思います。はい。今回は五木さんに動物に関する、まあ、クイズを出していきながら、またフリートークをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ツイキャスではさまざまなコメントが来ております。シーサーさん、ルドルフさん、大塚健二さん、その他、いろいろな方々が、見たり聞いたりしてくださっております。ありがとうございます、ね、みんなありがとう。本当にさ、リスナーさん、ね、ツイキャスをご覧の皆様は多分五木さんのことをご存知だと思うんですけど、毎週月曜日夜10時半からの30分放送でジャズバー五木をお送りしています。そのパーソナリティであります五木さんが今回ゲストに来ていただきました。はい。今回はゲストさんとして出た後に、告知、イベントの告知と、もう一つ番組に関する告知もしていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、これにて遠足ラジオするのオープニングトークを終わりたいと思います。ではここで一度音楽に移りたいと思います。お送りする曲はケミストリーさんでピリオード。
遠足の〇〇ニュース。このコーナーでは生き物にまつわるニュースを紹介していく番組となっているんですけど、今回は、ゲストさんがいらっしゃるということで、はい、いつきさんが来てるということで、はい、今までご紹介してきたニュースの中で、はい、ちょっともう一回振り返って、いつきさんにこれどう思いますかっていうことを振りたいと思います。動物のこと？はい、とても簡単な内容なので、うん、もう生き物のいわゆるこのペットの数が増えたとか、そんな感じのやつを紹介しますので、かかって声だぜ。まあ内容については、記事の内容については結構省くんですけど、それをいつきさんとお話していこうと思います。うん、はい。ちょっと若干顎がしゃくれてるんですけど大丈夫です？待って、ホラーさんでちょっとはいっていう言葉がすごいしゃくれてる時のはいみたいだったのでしゃくれている多分かかってこい感じで多分なったんだろうねちょっと猪木みたいな感じになったの、自分で無意識の中、無意識で多分そうかもしれない。しゃくれていたまあそれは置いといて、早速ニュースの話をしたいと思います。よろしいでしょうか？いや、笑っとくから今回、いつきさんとお話しするニュースは、犬猫のペット率についてお話したいと思います。大丈夫です？あ、大丈夫。犬と猫のペットの比率、飼われている比率についてちょっとお話していきたいと思います。こちらは半年前か、それよりも前にご紹介したニュースなんですけど、うん、現在、うん、犬と猫それぞれ飼っている方々の比率が横並びになりかけているというニュースです。ほうほうほう。以前までは犬が多かったんですけど、うん、最近になって猫ブームが広まってきたこともあり、うん、猫も可愛いよね。はい、うん、犬を飼っている方と猫を飼っている方の比率がグラフで言うと横並びになってきてる、ほぼ同じ数だけ飼われているということが分かりました。うんうん、これはなぜこうなったのかというと、うん、猫のブーム、うん、猫ブームも確かにあるんですけど、うん、もう一つは犬のブームは過ぎてはいないんですけど、うん、犬を飼う方が少なくなっているからと言われています。うん、これはなぜかと言いますと、うん、犬の場合は散歩やあとはしつけなど、いわゆるこの労働力、うん、労力を有するので、そうだね、お年寄りの方々は年を取りますと、うん、犬の世話ができにくくなるんですね。ああ、そうだね、考えてみたらそうだね。対して猫の場合は、うん、もちろん運動も必要ですけど、うん、大抵はそういったことをする必要はなく、餌をあげたり、あとはトイレのしつけをしたりといった比較的犬よりも簡単な飼育ができるということで、うん、そういった面から犬よりも猫を飼うという方が増えていっているというわけですね。うん、で、先ほど、犬の数が減っている、犬をペットとして飼う方々が減っていると言ったんですけど、ちょっとこれは誤りで、正確には犬を飼っている方々は少なくはなってないんですね。減ってはいないんですよ。うん、今まで通りの数だけ犬をペットとして飼ってる方はいるんですけど、うん、増えてはいないんですね。犬が？はい、つまり去年1年間で飼わ、うん、ペットとして飼っている犬の数と今年飼われているペットの犬の数が同じなんですね。うん、つまり犬のグラフ、犬を飼ってる方々はそんなに差は出ていないんです。増えたり減ったりしていない、うん、ですけど、うん、猫を飼われている方はここを最近で急激に増えたことによって、うん、猫を飼う方が増えた分、うん、横並び、いわゆる犬を飼う方、猫を飼う方の比率が同率になったというわけです。うん、わかります？うん、わかってる、大丈夫。ちょっと難しく言ったかなと思うんですけど
要するに昔は犬が多かったんですね。うん、多かったよね昔ね。で、猫を飼う方もいたんですけど、うん、ペットにするなら犬という方が多かったんですよ、うん、ただ最近は猫を飼いたいという方が増えてきて、うんうん、もちろん犬を飼いたいっていう方もいます、うん、ただ最近の猫ブームによって猫を飼う方が増えたことによって犬と猫それぞれ飼う方飼う比率が横並びになったというわけです。うん、猫を飼う人が多くなったんですね、はい、例えば、犬がペットとして飼った場合犬をペットにする人が3000人いたとすると猫は、うん、猫をペットに飼う方々は2900人ほど。2900人、はい、ほぼ100人程度の差しかなくてほぼ横並びなんですね。犬を飼う人が猫を飼う、あ、猫を飼う人が2900人、 OK、 はい、ほぼ同じ数になってるというわけで、うんうん、それまでは犬の数が多かったんですけど、うん、今はいわゆる猫カフェだったり、うん、行ってるよ猫カフェ。行ってます？行ってる。そういった人気が出たことによって猫を飼う方が増えていったことによってこういったいわゆる同列になったということです。うん、そうだね。うん、なるほどですね。これについてどう思います？これについて、はい、自分もあれだよ、犬も猫も好きだよ、はい、でやっぱり一応もちろんアレルギーを持ってるっていうのとでこの条件とかがさやっぱ住まいによって条件とかもやっぱついてくるからさやっぱあれでね飼える飼えないとかもやっぱこんなのも出てくるけど、うん、で犬と猫って言ったら、うん、どっちも欲しい。あれも豚とかも欲しい、ハリネズミも欲しい、うん、いろんなのが欲しい。いろんなの、うん、いろんな動物飼いたい。あー、ウーパールーパーも飼いたい。世話とかは分かります？世話分からん。まあ大体そういうもんですよね。なんか好きだから飼いたいって思う方が多いんですけど、うん、あとは室内で飼えるかどうかも当てはまるんじゃないかなと思いますね。うん、そうだよね。猫は大抵室内じゃないですか。まあ放し飼いにする方もいますけど、犬の場合は小型犬、大型犬もいるんですけど大抵は庭で飼うことが多いので、うん、なのでそういった面いわゆる飼育する環境が猫の方が飼いやすいっていう面もあるのかもしれないですね。うん、そうだね。うん、ツイキャスの方でルドルフさんから、いつきちゃんコウモリを飼ってと書いてあるんですけど、だからコウモリは興味あります？コウモリさ、はい、あの動物園行くさ、はい、子供の国とか行った時さ、小さい時親と一緒に、はい、あの棒でさ、この木の棒を拾ってから親がさこの網の間からコウモリをさ突き寄ったわけ、何回も、はいはい、でこれでおしっこかけられたんだよ。あ、これが怖いんだよ。あ、なるほど。コウモリ金網に引っかかっていたんですね、このコウモリ。うん、そう、いっぱい引っついていた。まあラジオを聞いてる方に説明しますと、このいつきさんとお父さんが行った場所、うん、子供の国に、子供の国に、動物園にね、このコウモリのいるケージに行ったらしくて、でコウモリはこの金網、いわゆる人のお客さん側の、うん、この金網に登っていたところに、うん、いつきさんのお父さんがこの棒、棒取ってから棒でつついたことでおしっこしたということで、そう、おしっこかけられたの。まあかけられますね。なんでかけてくるのかな。まあびっくりしたのか、あとは威嚇なのかわからないですけど、この体勢的にいや、びっくりしておしっこかけるのか体勢的におしっこかかるところなので、まあそういった安易につつかない方がいいですね。多分、うん、スタッフに見つかったら怒られますね。ああ、そうなの。そりゃつついたらダメですから。あ、そうだよね、動物、そうだよね、手筋しないといけないよね、うん、そうですね。うん、ごめん動物番組なのに子供の国のコウモリさんには野生のコウモリも来るみたいですねとあるんですけど、沖縄はコウモリが多いんですよね。あ、多いよね。この近くでも、ね、うん、多い、
沖縄コザ運動公園だったり、うーん、県総合運動公園、うん、いわゆる林や森のある場所ですと結構見かけますね、うん、街の中にもいますね。本当にちょっとした木々がある場所だったらそこに住んでいるコウモリがいますから、うんうん、この FM コザ沖縄市にあるんですけど、沖縄市のコザ中学校、コザ中、はい、うん、はい、コザ中学校の近くにちょっと神社みたいなところがあるんですね。神社、うんうん、神社といいますか、まあ、まあそんなところがあって、その後ろがちょっと森になってるんですよ。林といった方がいいですかね。森のスペース、木々のスペースは少ないんですけど、そこにもちゃんとコウモリがいて、本当にある程度木がある場所でしたらコウモリが住んでいますね。それぐらいおそらく沖縄の人はコウモリを見慣れていると思います。ただ大抵は夜に見かけるのでシルエットだけかと思うんですけどね。でかいよね。何メートルあるのかな、1メートルあるのかな、鼻広げたら。それより、それの半分ぐらいなんですか。あ、そこまで大きくないの。多分羽を広げたらそれぐらいでかいコウモリもいるかもしれないですけど、実際には夜中に飛んでいるのでどれぐらい大きいのかよく分かりづらいですよね。うん、ビビるよね。うん、ありますね。今思った、丸罰ゲームじゃなかった。何がです、あれ。それは次のコーナーです。ああ、そうか。ああ、そうなのか、はい、ごめん。まあそういった話も出たのでこの辺でコーナー終わりたいと思います。自分ずっと丸バツマンつんで。すいません、次のコーナーだったのか、はい、あ、そうか。もうかかってこいだぜ。まあそれでこのコーナーではないです。このコーナーはニュースを紹介するコーナーです。うん、そうだよ、はい、だから大丈夫だよ。あの番組構成とか進行は分かってるから。はい、うん、だから自分があのちょっとあのちょっとあれのだけ、うん、ちょっとあれのだけ。事前に打ち合わせをしようかということで一木さんとしたんですけど、その中で丸バツ、いわゆるクイズ問題を出しますねって言ったんですけど、それをまさかそっちから振ってくるとは思わなかったので。あ、本当に。ごめん。あ、そうなのか。言ったらダメだったのかこれ。いや、言ってもいいんですけど、いわゆるこっちから振るものをまさか先に振ってくるとは思わなかった。あ、ごめん。いえ。大丈夫ですよ。そんなこともあるよね。じゃあこれにて遠足の〇〇ニュースを終わりたいと思います。ではここでまた音楽をお楽しみくださいませ。お送りする曲は平井堅さんでポップスター。
だから、ね、できるんだったら頭よく生まれたかったけどさ。何です？頭よく生まれたかったよね。そこは別にどっちでも同じだと思いますよ。このいわゆるどういった経験をするかによりますから。エゾさん頭良かったでしょ昔から。いやそんなに良くなかったですよっていう一言ほどあるんで頭いいんだよ。そういうわけじゃないです、ね、マジでオール5とかだった。いや3ですね基本。基本 3？ あでも基本3でもすごいさ。その代わり4、5は全然なかったですね。本当にそうなんだ。自分1とか2ばっかりだったから。ごめんね、ルドさん、水飲みに行ってた。今から丸抜き。どんなかけする？かけする？コーラかけるか？じゃあコーラね。塩素さんが買ったらコーラ送るわ。塩素くんの〇〇いろいろ。このコーナーでは、さまざまな生き物に関するいろいろ、生き物に関するいろいろな知識、行動、生態などをほぼフリートークの中でお送りしていく内容となっております。今回はゲストに五木さんが来ていますので、一つクイズ方式でいろいろと答えていきたいと思います。はい、かかってこいだぜ。はい、では早速参ります。今回は五木さんにあなたは何ですかのクイズをお送りいたします。あなたは何ですか。はい、生物の中には似ているのに異なる種類、はあ、同じ名前なのに異なる違う生き物など、一見そういった生き物と思っていたら実は別の生き物だったものが多く存在します。このコーナーではそんな生き物たちをクイズ方式で紹介していきたいと思います。あーびっくり、今が丸×かなと思った。今のは今超構えてたけどコーラかかってるから。今のはまあ簡単に言えば内容の紹介ですね。あーそうなのか、今構えてた、はい、要するにこれからある生き物たち全部で、5問問題を出します。動物について。はい、その5問ね。大丈夫だよ、この今さっきこの CM 中にさ、塩素さんとコーラかけてるからさ、塩素さんの大好きなコーラ、はい、自分の大好きなコーラかかってるから、あれだから本気でいくから、はい、さっきしゃくれてたって言ったけど。はい、なんなんでハッてぶっとける。いやまあ先に進めようかなと思って。そうだ、ごめん、しゃべりすぎだ。うん、はい、内容については分かりました。いわゆる、うん、分かった。まあ大丈夫、理解してるよ。本当にです。うん、本当に理解してるよ。さっき構えてたから、もう耳に入ってるから。じゃあ大丈夫だぜ。まあもう一度説明しますと、丸バツどっちかを答えていただければいいので。それでよろしくお願いいたします。待って、簡単すぎない？めっちゃあるじゃない。ざっくり言えばそういうことです。前もざっくり言ったよね。丸×どっちか選んでいただければ結構です。もういろいろなんか似ている生き物、違う生き物と話しましたけど、極論で言うならば丸か×どっちか選んでくださいというだけです。うん、分かった。はい。制限時間は10秒。同じ制限時間作るわけ？あマジで？うん、いいよ。はい、じゃあいきます。まず第1問。うん、第1問の生き物はハリネズミです。でお、ハリネズミ？今かぶりましたね、もう一度言います。最初の動物はハリネズミ。ディリン
あれこっちじゃないの。いや、はい。あ、じゃないのか。もう一度言います。最初の生き物はハリネズミです。よろしいです。あ、ごめん、夢が分かった。はい。まあ、かぶってもいいですよ、そこは。最初の第一問はテレで来ると思ったわけ。はい。でも、かぶってたね。ごめんごめん。はい。ペットとしてブームが来ている小型の哺乳類です。うん。ハリネズミの特徴知ってます？どんな姿をしているのか。よ、手の拳ぐらいのサイズでさ、はい、針がチクチクしている。そうですね、頭から背中、うん、お尻にかけて毛の針が生えており、うん、この針で身を丸めて守ります。うん、うん、守る。このハリネズミに関して一つ問題を出します。それでは行きます。ティリハリネズミはネズミの仲間？ネズミってついてるからネズミの仲間だと自分は思っている。ではそれでいいです。丸×どっちです？丸？丸だよ。はい、正解は、おい、これ勝てるんじゃ。あ、間違えました。不正解です。あ、なんでよ。ちょっと待って、あ、なんでこんな意地悪する。ちょっと操作ミスをしました。あ、待って、出た裏演奏。正解は×です。あー、なんで。名前にネズミとついていますが、分類はハリネズミ科と呼ばれており、うん、ネズミは月歯類なんです。ネズミ、何で月歯類って。まあ月歯目とも呼ばれて、いわゆる前歯がある。ああ、前歯がある人はあれなの、月歯類っていうの。ネズミとかウサギは月歯類と動物ね、呼ぶんですけど、ハリネズミはその中のハリネズミ科というグループに入ります。うん。なのでハリネズミはネズミという名前がついていますけど、ネズミの仲間ではありません。どちらかというとモグラに近い生き物です。なんで誰が決めた、これ。そういう分類学者が決めました。でも自分の中ではあれだ、ネズミだと思ってるからね。じゃあ証拠出さなきゃいけないですね。正解は丸だろうね。まあそこはどっちでもいいですよ。ただ今の学説だとモグラに近いと言われています。モグラ目でしたっけかな。自分としてはネズミしか見えんけどな。まあ見た目からしてネズミっぽいではありますけどね、うんうん、ただ分類上はハリネズミ科でネズミの仲間ではないと言われています。うん、もうしょうがない。じゃあもうここは認めてあげよう、はい、じゃあハリネズミはモグラかっていうことで認めてあげよう。まあいわゆるネズミではないということで、うん、もう認めてあげるさ。はい、それでは第2問いきたいと思います。てれ。続きましても針を持つ生き物です。あ、ハリモグラ。はぁ、またな。これいたずら問題じゃないのこれ。言ってますよ。まあハリモグラは知っています。まあなんで初めて聞いたけど、ハリネズミみたいに体に針が生えている、毛の針が生えている生き物で、うん、口先がちょっとストローみたいに伸びている生き物で、穴掘りが得意な哺乳類の動物です。なんで口がストローになってるの。どうなって穴掘りするの。この口、爪を持っていまして、その爪をスコップみたいに掘って穴掘りをしているんですね。で、うん、口が細いのは食べているものがシロアリやミミズだからです。うん、いわゆる吸って食べている、舌で作ったりとかして食べているわけですね。うん、なので他の生き物みたいに噛む必要がないというわけです。うん、なのでそういった細長い口をしているというわけですね。うん、そうなのか。第2問はこのハリモグラについての問題です。ではいきます。ハリモグラはモグラの仲間、丸バツかどっちか。ハリモグラはモグラの仲間か。どっちでしょう。待ってよ。あ、待ってよ。ハリかっていうあれはあるのかな、エンサさん。ハリか。ハリかっていう動物のこんな枠はいるのかな。
調べてみないとわからないですね。いろんな分類がありますから。その生き物だけにしか使わない分類もありますからね。じゃあ、バツかな？バツで。丸の場合は丸の正解音が鳴ります。バツの場合は不正解の音が出ます。僕はあれだからよ。今、あの、ツイキャスの、あの、シーサーさんのコメント。あれだよ。シーサーさんもあれだから巻き込んだからな。シーサーさんがバツって言ってるから。もう、自分もわからんから。バツ。はい。じゃあ、いきます。うん、正解は、バツです。やった、ありがとう、シーサーさん。シーサーさんに助けてもらって、今のとこ1対1だね。ハリモグラは、うん、ハリモグラ科と呼ばれ、モグラよりも、うん、カモノハシに近い種類になります。うん、カモノハシ、まあ、簡単に言えば、この、くちばしみたいな口をしていて、哺乳類なのに卵を産む生き物です。哺乳類は基本赤ちゃんの姿で生まれてくるんですけど、うん、このカモノハシそしてハリモグラは卵で産むんです、うん、なのでハリモグラはカモノハシの仲間近い種類になります、うんうん、ですがモグラの仲間ではないというわけです、うん、わかりました？うん、わかった。後からちょっと YouTube 見てみる。そうですね。ネットで検索するとすぐ出てくると思いますので。うん、そうする。はい。それでは、第3問に行きたいと思います。でね。第3問は、ジャイアントパンダ。パンダですね。あの白黒の。なんでパンダになんでジャイアントっていうのがいるの？レッサーパンダとジャイアントパンダが存在するんですよ。で、あの白黒のパンダはジャイアントパンダと呼ばれています。あ、そうなの。パンダはパンダじゃないんだ。パンダにもいろいろ種類あるんだ。そうですね、名前でちょっと種類がありますね。あー、そうなんだ。じゃあ、いろいろいるんだ。ジャイアントパンダから問題です。うん、ジャイアントパンダは、うん、クマの仲間。はー、また難しいとこ出してくんな。パンダはパンダに決まってるし。そのパンダはどっちのパンダ？ジャイアントパンダはクマの仲間かどうか。パンダはさ、あのパンダかだよ。まだと自分は思ってるけど、じゃあ答えは、じゃあ丸。これで、あのツイキャスか、あのルドさん、コーラかかってるから、じゃあ丸。はい。では行きます。ジャイアントパンダはクマの仲間か。正解は、おー、分類ではクマ科に属しています。なのでホッキョクグマやツキノワグマと同じようにクマ科のグループに属しています。なのでジャイアントパンダはクマの仲間になります。ああ、この白黒だとわからないんですけど、うん、骨格やあとは習性もそれに近いものが見受けられており、多分あの白黒でなんとなく分かんないんでしょうけど、あれを茶色くしたりするとなんかパンダってクマに見えるんですよね。体格が似てるんですよ、クマに。似てるよね。なのでまあ骨格やいろんなところが似ていて、分類上はクマ科に属しています。なので正解は丸です。イエーイ、やった。ルドさんありがとう。タイガーさんカンニングしましたねって。これコーラかかってるからよ。エルサさんと。では続きまして、てれ、あ、早いか。第4問です。てれ。第4問の動物は、レッサーパンダ。レッサーパンダ、もう次、あのカンニングとかしないから、あのちょっと素でいくから、はい、ちょっと真面目に。レッサーパンダは、うん、ジャイアントパンダよりも先に発見された動物です。なので最初このレッサーパンダは、うん、レッサーとついていない、ただのパンダと呼ばれていました。あ、なんでパンダはパンダって言ったさ、なんでレッサーっていうのがなんでまた出てくる。その後日、皆さんが知っていますあの白黒のパンダが現れたことによって、パンダとはその現地の言葉で笹を食べるという意味
があると言われており、そこからパンダという名前が付けられています。おで、同じようにジャイアントパンダもレッサーパンダもどちらも笹を食べるんですね。なのでパンダという名前が付けられたんですけど、生物学上名前を分けなければいけないので、なのでジャイアントパンダ、白黒のパンダには大きい体をしていたのでジャイアント、レッサーパンダは体が小さく猫ぐらいですかね、それぐらい小さかったので、小さいという意味のレッサーが付けられました。そうなのか。そうやってレッサーパンダとジャイアントパンダに分かれたというわけです。待って、今これ何問目だっけ。第4問ですね。第4問っていうことじゃ、もうあれさ、コーラ自分が買ってるさ。なんでです？は待って、これ全何問。第5問、あ、5問までありますよ。5問まである。第1問間違えて第2問第3問を当ててます。じゃあ今は2対1。そうですね。オッケー、いいです。じゃあこれ、あ、でもまだあれだ、油断ならんな。あ、これカンニングもしないでちゃんと挑むから、自分の頭の良さで。はいではいきます。レッサーパンダは、ジャイアントパンダの仲間。レッサーパンダはジャイアントパンダの仲間。なんでさっきジャイアントパンダはクマの仲間って言ってなかった？はい。なんでまたレッサーパンダはなんでジャイアントパンダの仲間になるの？どっちでしょう、丸か×か。丸か×か。レッサーパンダはジャイアントパンダの仲間。じゃあちょっとヒントいいかな。レッサーパンダってなんか茶色いなんかちょっと小さいのだよね。はい。じゃあ×。×で。×自信持って×。いいです。カンニングなし、自信持って×。はい、はい。では正解です。レッサーパンダはジャイアントパンダの仲間。正解は、はレッサーパンダは分類上レッサーパンダ科と呼ばれています。いわゆるそのグループに入っています。マジで？はい、マジで？そうか。ジャイアントパンダはクマの仲間なんですけど、レッサーパンダはこのクマの仲間に入らないんですよ。同じように笹は食べるんですけど、で同じようにパンダという名前はついていますけど、近年 DNA の分析によってジャイアントパンダとレッサーパンダは別の種類と発表されました。もちろんこれはあくまで有力の説なので、もしかしたら今後覆される可能性もありますけど、現時点ですとジャイアントパンダとレッサーパンダは別の違う種類のパンダと言われています。でも覆されるんだよね。可能性はありますね。あるんだよね、はい、っていうことじゃ丸でいいんじゃないの。正解でいいんじゃないの。まあどっちでもいいですよ。正解でいいんじゃないの。なんでこの余裕をこいたなんか、いやなんか笑みは自分コーラかかってるからまあどっちでも。あ、なんで、うん、一応現在だとレッサーパンダはジャイアントパンダとは別の種類と言われています。あ、そうなのか。では第5問に行きたいと思います。てれ。第5問はシロアリです。これ最後の問題だよね。はい。でこれで決まるんだよね。はい。誰がコーラを取るか。そうですね。でね、今2対2、2対3です。1対3ですよ。は ?1 対 3?、はい、負けてるの自分。いや自分、いつきさん勝ってますよ。あ、勝ってるの今。なのでコーラ決定です。あ、そうなの。よし、じゃあ、はい、ではいきますね。はい。シロアリは社会性を持った虫です。社会性というのはいわゆるハチやアリのように、働きアリ、女王アリといった、そういったものたちがいる社会性のある虫になります。種類によっては枯れ葉や死骸だけでなくコンクリートやプラスチック類も食べます。ではここで問題です。はぁ、プラスチックも食べるの。食べますね。シロアリが。種類によっては。で、美味しくないさ。種類によってはそれも食べると言われていますね。あ、そうなの。では問題です。はい。てれ。シロアリはアリの仲間。待ってよ、これよ、なんか CM かなんかで見たんだよ。はい。よくシロアリ駆除みたいな CM とかで言われていると思うんです。アリの仲間ではございません。なので×。はい、正解は、シロアリはアリの仲間ではございません。
そうなの？ちょっと待って今は一木さん、は正解してますよ、一木さん。は何が？さっきも言いましたけど、丸だったら正解の音、×だったら不正解の音を出しますと言ってるんで、うん、一木さん驚いてますけど、一木さん答えたもの当たってますからね。あ、今当たってるの？当たってますよ。あ、そうなの？はい。あ、そうだな、イエイ。正解の音が鳴ったから、イコール、一木さんが正解、答え間違えたわけじゃないですからね。あ、そういう意味なの？はい。一応説明してましたよ。あ、そういうことだったの？はい、アリは分類上、八目のグループになりますが、シロアリはゴキブリ目になります。なので、あ、ゴキブリ目？シロアリはゴキブリの仲間になります。え、そうなの？はい。はい。アリはどちらかというと、スズメバチとかハチの仲間なんですね。ハエだよ、ハエ。いえ、ハチですね。でもどっちでも、ハエ目もいますけど、とにかく、シロアリはゴキブリの仲間になるということで、アリの仲間ではないというわけです。うん。では、これにて、遠足の丸々いろいろを終わりたいと思います。今回は、いつきさん相手に、生き物のあなたは何ですか？あなたは何ですかというクイズを出しました。イエーイ、コーラゲットだぜ、イエーイ。はい。では、ここで一度 CM に移りたいと思います。いーちゃん 500ml って当たり前当たり前2リットル 1.5 リットルとかいこうね、 1.5 リットルにしとく、うん、1.5 リットルのあの何だっけ、カロリーオフのにしとくか。あ、なんでコーラの話だよ今。それはまた後で。話をする余裕はないですね。そうだよね。じゃあそのままコンビニで一番大きなコーラ。そう、でかいのに。コーラリスナープレゼントお願いします。遠足くんラジオする、今週も1時間聞いてくれてありがとうございました。最後にいつきさんからもう一度ライブイベントの告知をお願いいたします。はい、私いつきがですね、参加させていただきますライブになるんですけれども、12月1日金曜日、沖縄市にあるミュージックタウン音市場駐車場前にあります、小座劇場おとらくにて、記念すべきライブがございます。で、このライブの内容がですね、ソウル、R&B、ジャズですとか、いろいろさせて歌わせていただきます。で、そして、チケットの料金が1500円で、当日が1800円になります。受付の方は私の Facebook にて、メッセージいただけたら取り置きいたしますので、お時間のある方はぜひお越しください。で、ゲストの方で、あれですね、この西山ハンク文夫さん、ゴスペラーズクレバさん、
久保田俊信さん、 T スクエアさんの谷村真嗣さんとかの、ギタリスト奏者 の有名な方がこの沖縄市に来沖ということですので、皆さんぜひぜひ、すごい素晴らしい機会ですので、あの足をお運びください。はい、ありがとうございました。はい、最後に FM 小座から大忘年会のお知らせです。はい、12月8日金曜日に FM 小座が大忘年会を実施します。時間は夜7時から夜10時まで、子供の国付近にありますレストラン海賊工房で行います。料金は2500円。参加される方は電話、メール、もしくは直接来ていただいてご応募してくださいませ。それではこれにて遠足くんラジオスルーを終わりたいと思います。本日は五木さんゲストに来てくれてありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではラジオをご覧の皆様、お聞きの皆様、ありがとうございました。はい、最後にサンセットスイッシュさんのあなたの街で会いましょうをお聞きくださいませ。ではお疲れ様です。